最強色龍騎士から、初級色運部屋になったのに、なぜか勇者たちから頼られてますは、甘い白一による日本の小説。ガガガブックスより刊行されている。イラストは、泉あや。漫画を根にて、漫画版が、連載開始、作川幸次。2021年2月時点で、シリーズ累計発行部数は100万部を突破している。最強色 竜騎士から最弱の初級職、運び屋に転職したアクセルは、相棒である竜王のバーゼリアと運び屋の仕事を始める。竜騎士だった当時を知る者は、初級職になった彼を嘆き、竜騎士だった彼を知らない者は、初級職である彼をバカにするが、アクセルは自分の転職に満足していた。しかし、初級職であるはずのアクセルには、実は彼も知らなかった秘密があった。 声優はオーディオブックドラマ CD 共通。2019年11月20日に小学館と81プロデュースから配信が開始された。朗読は、畑野渡る、セルザワユ伊藤武と中尾流星、南咲青山吉野、与内祐樹、中井美子と藤井俊。また、対象商品の購入で抽選応募、シリアルコードを配布した。 2019年12月7日にアニメイト新宿にて行われたイベントの81プロデュースガガガ文庫プレゼンツガガガ文庫オーディオブックリーディングトークショーでも朗読された内容はキャストの南崎、青山吉野と MC 担当与内祐希による朗読ミニトーク二千二十年三月十九日に最強色竜騎士から初級色 運び屋になったのに、なぜか勇者たちから頼られてますドラマ CD、星降るとしの旅立ち前日がガガガショップオンラインから発売された。著者による完全書き下ろし脚本で、キャストはオーディオブックから引き続き担当している。ありがとうございます。